拓文君真の陸明編。歴朝名美メシ十二巻の拓文君のが。拓文君は、館大の女性。府の作者として、有名な柴助ゆきの妻であり、文君んあたりろの逸話で知られる。林の富豪である、拓王村の娘である。結婚した後に夫を失い、実家に戻っていた時、柴助ゆきと出会う。柴助ゆきは、 父の拓王村の開いた宴会に呼ばれており、柴助行きのことの巧みな演奏に、拓文君は心惹かれた。拓文君は音楽を好んでおり、そのことを知っていた柴助行きが、拓文君の行為を得るために計画的にことを奏でたのだとも言う。拓文君は自身が未亡人であるため、柴助行きに引け目を感じていた。しかし、拓文君はすぐに、 柴助行からの恋文を受け取る。二人で生徒へと出本するが、父に感動されて貧窮した。そこで、拓文君は、柴助行を連れて、林に戻ると、酒場を構え、拓文君が接客を行った。拓王村はこれを恥じ、やむなく自身の財産を拓文君に分け与えたという。これが、文君あたりろの逸話として知られており、式、感情に詳細な記述がある。 両書が詳しいのは、柴助ゆきの自助伝をそのまま引いてきたためであるとされる。後に目掛けを置こうとした、柴助ゆきに抗議して、白刀、銀を作ったとも言われるが、偽作であるとされる。生徒に、拓文くんたちが帰った後、柴助ゆきが、拓文くんの美貌のために公職となり、そのため持病の糖尿病を悪化させたという説話が、西京雑記に載せられている。そこで、 柴助行は、文君を題材に、美人婦を作り、自らを戒めようとしたが、結局叶わず死去した。宅文君悪いを作って、柴助行を追悼し、それが世間に知られるところとなったという。西京雑記は、文君についてその美貌とともに、放坦にして風流な性格であったと記し、そのため例の作法を逸脱して、柴助行と駆け落ちしたのだという。 万葉集巻2に収められた石川女郎と、大友と主の増法家軍は、卓文君と、芝助行の恋愛観を踏まえたものであるとされる。ありがとうございます。